中村太郎は、日本の政治家。山梨県議会議員、参議院議員、労働大臣。山梨県東山梨郡勝沼町出身。1941年、早稲田大学法学部を卒業。第二次世界大戦に、陸軍主計大尉として、満州へ出征。1950年、海東貨物株式会社社長に就任し、 山梨市教育委員会委員長などを歴任。1959年、山梨県議会議員に当選し4期務めた。その間、自由民主党山梨県支部連合政調会長、同議員団会長、県議会議長などを歴任。1974年7月の第10回参議院議員通常選挙に、山梨県選挙区から、 自由民主党公認で立候補し当選。以後、第12回、第14回参議院議員通常選挙で再選され3期、務め、1992年7月の、第16回参議院議員通常選挙には出馬せず、引退した。同年君一等随法承受賞。参議院議員としては、参議院大倉委員長、同税制問題等に関する特別委員長。 自民党参院国会対策副委員長、自民党内閣副部会長、自民党副幹事長、参院自民党、政策審議会長、自民党参院国会対策委員長、自民党参議院議員副会長などを務めた。また、第一次太平内閣の大倉政務次官、竹下内閣の労働大臣を歴任。その他、山梨県交通安全協会会長、 道県労働基準協会会長などを務めた。2011年4月22日、老衰のため、甲府市の病院で死去。93歳遺没。ありがとうございます。